初球ボールから投げました。直球ストライク、インローへまっすぐできました。ワンエンドワンから投げた、石井カバーに入りファーストを送る、一塁アウト。左バッターボックスは5番前田。第1球を投げた、ストライクから第2球を投げた、フォークはストライク、低め。三浦追い込んでいます。追い込んでから第3球を投げた、打った、詰まった打球、この打球は取れるか、取れるか、佐伯前に出る、取ってアウト、スリーアウト、チェンジ。三浦ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。4回が終わって2対0、ベイスターズ2点リードは変わりません。ベイスターズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番金城、今度は右バッターボックス、低め際どい、おノーストライク2ボールです。さあ3球目、お外れました。金城よく見ています。第4球を投げました、スライダーはストライク。さあ投球5球目、ストライク決まった。さあ6球目、打ちました、ファウルボール、投げました、スライダー、空振り三振。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。お、スライダー外れました、ワンボール。第2球を投げました、打った、島バックしていった、諦めた、ホームラン、ホームランです。ソロホームラン、右中間スタンドに突き刺さった。バッターは5番吉村、投げました、カーブはボール、まずは低め、ワンボール、カーブはストライク、インローへ、ボールカウント、ワンエンドワン、投げました、打った、第4球を投げました、アウトコーナー高め、ボール。さあ5球目、インコースわずかに外れてボール、ツーストライクスリーボールです。第6球を投げた、結局外れてフォアボール、フルカウントから選びました。ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターは6番佐伯、アウトロー見送ってボール、1球目ボールから投げた、スライダーボール、低めストレート決まってワンツー。第4球を投げた、外角直球ストライク、速い球できました、ボール外れた、佐伯集中しています。次の球がラストボール、投げました、結局フォアボール、これもフォアボール、ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。右バッターボックスは7番内川、今日3打席目。第2球を投げました、スライダーボール、内角へ投げました、直球見送ってボール、内川よく選んでいます。投げました、投げました、際どい球、選んでフォアボール、これで満塁です。ここでタイムです。佐々木登板、青木満塁の場面での登板です。バッターはチャンスに強い相川、第1球を投げました、シュート外れました、これはわずかに低いか、ストレートはストライク、外角高め、ボールカウントワンエンドワン、投球3球目、インローギリギリいっぱい、ストライク、シンカーを使ってきました。第4球を投げた、打ちました、ショートボールを取る、2塁送球、2塁フォースアウト、1塁アウト、ダブルプレー成功。5回表が終了して3対0、ベイスターズ1点を追加しています。5回の裏、3点を追いかけますカープの攻撃、この回の先頭バッターはソヨギ、フォークボール決まってワンナッシング、厳しいところ。さあ2球目、空振り強振、投球3球目、アウトコースわずかに外れてボール、追い込んで投げた、打った、一塁アウト、華麗にさばいてワンアウト。バッターは7番島、さあ1球目、アウトの直球ストライク。さあ次の投球です、フォークボール見送ってストライク、バッター追い込まれました。
さあ3球目、アップ打ち上げてしまった。三浦手を上げて取ってアウト、2アウト。バッターは8番クラ、今日2打席目。第1球を投げた、おストレート外れました、膝元際どいところ。ワンボールから投げた、直球高め、ボール。カットボール決まった、ストライク。測ったようにアウトコースいっぱい。投げました、遠藤打った、取った、一塁へ、一塁アウト。三浦、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。前半終わって3対0、ベイスターズ3点リードは変わりません。ゲームは後半に入ります。先頭バッターはピッチャー三浦、ボール直球外れました、ワンボール。さあ次の投球です。打ってから平凡な当たり、一塁アウト、ワンアウト。打順は1番に帰って西、第1球を投げました、外れた、ボール。投げました、見送って、ボール。西よく見ています。さあ3球目、変化球ストライク、インローへ、ボールカウントワンツー。投げました、スライダーストライク、ツーツー、平行カウント、平行カウントから投げました、スライダー打った、ヒット、センター前ヒットになった、ボールは中継。さあワンアウトからのランナーが出ました。第1球を投げました、おシンカー外れました、ワンボールから第2球を投げた、打った、ファウル、スライダー打ちました。前田両手を広げて取りました、西、ハーフウェイから一塁に戻ります。バッターは3番金城、今度は左バッターボックス、シンカー決まってストライク、直球外れました、ワンストライクワンボール。一塁牽制セーフ。第3球を投げた、スライダー外れて、ボール、これもインコース。次は4球目、ボール、近所集中しています。さあ5球目、真ん中にストライク、一塁ランナー自動的にスタートします。結局外れてフォアボール。ここでバッターボックスは村田、今日4打席目。低めギリギリいっぱい、ストライク。まずは初球決めてきました。さあ次の投球です。低め際どい球、ボール、ワンストライクワンボール。投球3球目、ボール外れました。次が4球目、スライダーはストライク、外角低め。第5球を投げました、真ん中、空振り三振。6回表が終了して3対0、ベイスターズこの回無得点です。ここでタイムを取りました。選手の交代をお知らせいたします。バッターイオン、背番号0。投げました、打ち上げた、佐伯落下点構えて、イオン初球打ちはレフトフライに終わりました。打順は1番に戻って東で、これが3打席目になります。さあ初球直球、ボール。投げました、打ち上げてしまった、切れていきます、ファウル。第3球を投げました、ストレートはボール、東でよく選んでいます。スローカーブ、空振り。投げました、カットボール、空振り三振。バッターは2番ダレックス。第1球を投げました、直球決まってストライク。打った、少し詰まっているか、ボールを取った、一塁送球、一塁アウト。三浦、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。中盤終わって3対0、ベイスターズ3点リードは変わりません。ここでタイムがかかります。青木マウンドを降りまして、横山今日5番手としてマウンドに上がります。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは5番吉村、これが4打席目になります。第
第2球を投げた、打ちました。ここは追いつきました。ワンアウトです。左バッターボックスは6番佐伯、今日4打席目。まっすぐ決まった、ストライク。胸元厳しいところ。さあ次の投球です。決まった、ストライク。ボールカウント2マッシング。投げた、フォーク、打ちました。掴んだ、一塁送る、一塁アウト。バッターは7番内川、これが4打席目になります。さあ初球、スライダー決まってストライク。膝元、直球決まってストライク。第3球を投げました、打ちました。カルボー投げました、ファウル。次が5球目、投げました、ストライク、空振り三振。満員の広島市民球場、そのライトスタンドから色鮮やかなジェット風船が舞い上がりました。7回の裏、カープラッキーセブンの攻撃。この回のトップバッターは栗原、ストレート見送ってボール、アウトコース際どいところ。第2球を投げました、ボール、インコース低め、わずかに外れた。第3球を投げました、高め際どいボール。ここを選んでフォアボール。三浦、ストレートのフォアボールを与えます。バッターは4番新井、今日3打席目。直球ストライク、外角高め。三浦、今の投球でちょうど70球目になります。ワンナシン、膝元変化球ストライク。バッター追い込まれました。インロー、高め三振。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターはベテラン前田、低めわずかに外れて、ボール、投げた、変化球ストライク。インローへ、カットボールを使ってきました。ワンエンドワンから投げた、あっと直球打ち上げてしまった。ファールグラウンドで取りました。バッターは6番ソヨギ、これが3打席目になります。あっとキャッチャーこいつ、栗原ミリエ。第2球を投げました、直球ストライク、アウトコース高めいっぱい。ワンエンドワンから投げました、打った、投げました、インコース詰まった、ファーストボールを掴んだ、一塁アウト。三浦、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。7回が終わって3対0カープ、ラッキーセブンは無得点で終わりました。これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは8番相川、今日4打席目。まっすぐ決まった、ストライク、投げました、直球見送ってボール、ワンエンドワン。第3球を投げました、直球決まってストライク。ストレートで押してきます。次が4球目、打った、センター後方、ワンバウンド、ヒットになった。相川二塁を狙う、相川今日初めてのヒットになりました。第1球を投げた、直球ストライク。1球目ストライクから投げた、ファーストへ、ワンアウトランナー2塁に変わります。ここまで2安打の西、外角低めいっぱいストライク、ワンナシン。第2球を投げた、ストレート空振り。さあ追い込まれました、投げた、これは打ち上げてしまった、セカンド掴みました。そしてここでバッターは石井、今日5打席目。あーっと、とんでもないボール、キャッチャー取れない。相川三塁へ、さあ2球目、胸元直球ストライク。さあ3球目、速球外れました、高めわずかに浮いたボール、投げました、速球打った、フォー、平行カウントになって投げました、流し打ち、
サードボールを掴んでアウト、スリーアウトチェンジ。サードランナー残塁。8回表が終了して3対0、ベイスターズ。スコアボードに0の文字が入ります。8回の裏、3点を追いかけますカープの攻撃。先頭バッターは7番志摩、今日3打席目。飛びついた、ヒッ、二塁送る。志摩初安打。第1球を投げました、ボール外れた。初球ストレートから入りました。投げました、アウトサイド、判定はボール、ノーツー。ノーツーから投げました、フォークはストライク、ワンツー。第4球を投げた、セカンドボールを掴んだ、セカンドでセカンドフォースアウト、一塁もアウト、ダブルプレイ。ベイスターズいい守備を見せました。ここでタイムです。バッターは代打森笠。第1球を投げた、変化球ストライク、低め。初球まずは入れてきました。第2球を投げた、変化球打ち上げた。石井余裕があります、掴んでこれで3アウトになります。三浦ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。8回が終わって3対0、ベイスターズ3点リードは変わりません。ここでタイムを取りました。横山降板、長川今日6人目のピッチャーとして登板です。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは3番金城、これが5打席目になります。第2球を投げた、直球決まってワンエンドワン。第3球を投げた、打ちました。投げました、低い球打ちました。アレックス前進ヒット、金城。これで今日は3打数の2安打。さあ初球、直球ストライク、インコースへ。まずは初球決めてきました。さあ次の投球です、打った、これは詰まっています。ヒットになります、セカンドへ送る、セーフ。さあこれでノーアウトランナーは一塁二塁。投げました、内角直球ストライク。第2球を投げました、低め判定はボール。